ウルトラガールに100の質問。お名前は？ウルトラガール。座右の銘は？思いついたらその時に。友達になんて呼ばれてる？え、ガール。本当に？え、あ、え、あの、ここの？え、だってこれ本名になっちゃうじゃん。本名。ピー。ピー。あ、じゃあ本名で言って。本名。え、青霧高校を知ったきっかけは？ショート動画。この活動を初めて変わったことは？一日中ずっとゲームしてもいい環境になった。堕落している。自分のビジュアルで好きなところはどこ？目。あ、肉球。そう、肉球があるからね、うん、最近泣いたことは？うん、爪が剥がれて痛すぎて泣いた。うわ、痛そう。めっちゃ痛いじゃん。爪剥がれた、痛かったから。一番痛いじゃん。回復した？え、大丈夫？いや、全然折れてる、ほら。本当だ、やばい、これ痛いから。好きなゲームは？バレラン。ゲーム何個持ってる？え、数えられない。多分1000、2000はあると思うから。なんかカードゲームも持ってるもんね。ボードゲーム。ボードゲームだ。カードゲームはあるからだけどね。ボードゲームね、いつかやりましょう。やろうね。尊敬して…もう一回いきますね。好きなアニメは？マクロスデルタ。神作。尊敬している人は？吉生さん。メンバーの中で一番好きなビジュアルは？え、でもムジナかも。やっぱり、うん、いや正直めちゃくちゃ好きだなってなってる。そんな気はしてた。え、やっぱね、アニマル系は結構グッときちゃうかな。自分もトラだしね。あ、そうだった、忘れてたから。こんな尻尾つけといて。寝る時の体勢は？パキー言うた。パキそう寝るんだ。結構なんか本当に猫ちゃんみたい。猫ちゃんだよね。ニャンニャン。待って、キモい、やばい。ニャンニャン。キモかったから。ここは絶対カットしないでね。使ってください。全編使いましょう。初給料何に使った？え、多分ね、ゲーム爆買いした気がする。ちょうどセールやってたからね。あの時期ってそうだよね。そう、確かに確かに。やったことのあるアルバイトは？ボードゲームの店員さん。特におすすめのやつは？ラブレター。やったことのあるスポーツは？テニス、あと剣道。おい、テニス&剣道。え、でも結構なんかいろいろやってるかも。球技は大体やってるかもな。意外と運動神経いい感じ。いい方だったトラよ。あ、そうなんだ、うん、運動系好きだったから。意外。そう、体育大好き。習い事何してた？テニスとピアノ。そう、意外って言われるんだけど実はやってた。意外。でしょ？意外だね。弾ける今も？弾けない。好きなラジオは？ラジオ聞かないトラ。好きな映画は？ハリーポッター。おー、うん、割と何回見てもワクワクする。あれは確かに確かに、うん、絶対 USJ 楽しいじゃん。え、今行こうよ。行こう。サニーで行きたい。私めっちゃ行ってたから。あ、そうなんだ。全然マップ見んでも案内できるよ。そっか、近いもんね。ガイドしてもらおう、うん、ね、任せい。同期の嫌いなところは？すぐ喧嘩するところ。喧嘩じゃないでしょ。あいつが喧嘩売ってくるだけ。おい、この二人だしか売ってない。すぐ煽ってくんのあいつが。あほやほや始まった。腹立つわ。同期の好きなところは？面白いところ。一緒にいて楽しい。一度やってみたい仕事は？あー、でもこれはね、パティシエかも。そう、ちょっと憧れがあったトラ。かわいいじゃん。ケーキ作りたいトラ。かわいこぶってる。うるせートラ。かわいこぶってねえトラ。キャラ？キャラじゃねえトラ。よく使う絵文字は？トラ。あー、もう使ってんねえ最近。だってトラなんだもん。 LINE のスタンプ本物のトラだよね。めっちゃリアルなトラ使ってんの。超リアルなトラだよね。今一番欲しいもの？スチームデック。スキップできる？え、ちょっと避けようか。避けよう。楽勝トラー。あー、うん、さすが運動神経。まあね、そう。青霧で一番好きな動画は？うわ、これ迷うな。 AV パロディのやつ。うわ、一緒。かぶったわ。かぶった。でもあれはマジで上位に入ってくるトラ。マジで天才だよね。あれ天才トラ。超面白い。あれはちょっとずるいトラ。王子様ね。本当にさ、ガチ勢からしてみれば熱い風評被害ですよ。最近見た夢は？え、夢自体あんま見ないトラなんだけどな。あ、え、でもね、でもなんか空飛ぶ夢は見たトラ。なんか空飛んでた。ごめんってコメントしづらい夢言っちゃった。思ったより浅くて。いや、本当に夢見ないの。あ、熟睡するタイプなんだね。そうそうそう、熟睡タイプ。一番触るアプリは？モンハンパズル。全然違かった。え、なんだと思った？ツイッターかと思った。あー、確かに確かに。ツイッターだ。ゲームになんか絞っちゃってた、勝手に。あー、なるほどね。よくやるもんね。そう。カラオケでよく歌う曲は？アローラ。小さい頃の将来の夢は？漫画家。へー。ずっと漫画
書いてたとらだからね。ええー、うまいもんね。ありがとうありがとう。もう2人もうまいけどね。いやいや負けますね。いやいやいや、お前気持ち悪い。付き合うなら年上、同い年、年下。でもなんか好きになったら別に年齢関係ないからな。何でもいいかも。絵を描き始めたきっかけは、なんか生まれた時に気づいたら絵描いてたから。おぎゃーおぎゃー、ガリ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 。どうやって絵の練習した？でも動画とか見たりしてかな。でもあんまり練習っていう練習をしなかったとらね。描いてたらいつの間にかどんどん画力が上がってた。才能。うざ。自分で言いやがったこいつ。自分の好きなところは、顔がいいとこ。自分の直したいところは、すぐ忘れるところ。鳥頭が。よく見る YouTuber は、吉生さん。二次三次で誰が好き、剣持東也さん。ホロライブで誰が好き、さくらみこさん。普段運動してる、あ、でもたまにね、ガオ走ってるよ。まあ本当に月に1回とかだけど。一番行きたい国はどこ。韓国。韓国好きだけどまだ1回も行ったことないトラだから、うん、マジで行きたいトラ。新大久保は行く。あ、新大久保めっちゃ行くトラ。めっちゃ行く。うん、めっちゃ行く。今度行こう。あ、行こうね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 。行く。あ、行く。今後作りたいグッズは、オリジナルのキーボード。言われて嫌なことは、デブ。好きな服のブランドは、ね、ヘザーみたいな。ん、ヘザー、ヘザー、ちょっと名前が思い出せない。なんか英語、池袋のサンシャインの中にある。一応多分テロップで。もしかしたらテロップが正しいわ。好きな季節は、秋。ゲームを始めたきっかけは、なんか生まれたら気づいたらやってた。兄弟いる、妹と弟がいるトラ。え、お姉ちゃん、お姉ちゃんだトラ。実は見えない。全然見えない。なんでだよ。どう見てもお姉ちゃんキャラだろうが。まあ一番妹じゃん。なんでだよ。コラボしてみたい YouTuber は、赤身カルビさん。VTuber だけど。一緒に何のゲームやりたい？バロ。好きなテレビ番組は？世界の果てまで行ってきゅー。好きなドラマは？イケメンですね。何色が好き？黄色。中学時代の部活は？テニス部と、あとダンス部。踊ってた、こうやって。ダンスやってた？ダンスやってたよ。ブレイクダンスやってた。え、ちょっとやってよ。いや、ちょっと待って。パキってる。あ、ちょっと今できない。すごい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 。でも一瞬できたけど、すごいって。ぽいぽいぽい。もう今できないから、さすがに。高校時代の部活は？高校はね、専門だったから部活やってなかったから。最近ムカついたことは？お風呂場にゴキブリ出たこと。なんかお風呂場にゴキブリ出て入ろうと思ってさ、こう行ったからさ、なんか1時間ぐらいさ入れなくてめっちゃイライラした。メンバーの中で一番好きな声は？ガブ先輩。あー、確かに。安心すると。安心するよね。寝ちゃう。好きなお酒は何？カシスオレンジ。最近行ったイベントは？コミケ。つい言ってしまう口癖は何？なほね。今までで食べた中で一番豪華なものは？ジョジョ園。好きな四字熟語は？焼肉定食。一日で100万円使うなら何する？スチームの欲しいものリストに入ってるゲーム全部買う。血液型は？O 型。占いは信じる？めっちゃ信じちゃうトラ。そう、意外と信じちゃうんだよね。あれはマジで指標でしょ、一個の。いやでもなんかさ、そういうことがあるのかもしれないんだなみたいな。気にして生きてくとなんかいいことあんのかなみたいな。うん、かわいい。へへ。最近読んだ本は？メイドインアビス。重い。しかもこれさ、朝のさ、電車の中で読んじゃって絶望してた。朝からそんなに重いな。バンドするならどのパート？ギター。同期と入れ替わったら何をする？ツイッターでガーのいいとこいっぱい書きまくる。めんどくせー。ガキがよ。承認欲求高いんだよ。カレーに何トッピングする？うずらの卵。あのさ、ココイチに昔あったんだけど今なくなっちゃって。なくなったね。あれめっちゃ前にあったわ。そう、あったでしょ。あったあった。あれが好きだったトラなんだけどな。平均睡眠時間は何時間？8時間ぐらい。入院したことある？まだないトラ。骨折したことある？まだないトラ。自分を動物に例えると？ウサギ。え？え？え？あなたは何ですか？トラ。じゃあもう後ろの絵トラにしないで。ウサギにしろよ。もう今からウサギにしろ。今からウサギにしろ。まだ間に合うかも。まだ間に合う。じゃあトラ、はい。好きな虫は？虫嫌い。今後挑戦してみたいことは？バンジージャンプやってみたいトラ。うわ、めっちゃわかる。やだ。でも怖い。高所、待って。あ、頑張れ。もういい。まだいける、まだいける。高所ポー。飼ってみたいペットは？モモンガ。声真似できる？そう。使えようかな。でんぐり返しできる？え、めっちゃ久しぶりにやるんだけど、でんぐり返し。おい、大丈夫か？打ってない？痛いな、痛いな。打ってない。じゃあここ、床が硬いから。何に一番お金かけてる？意外かもしんないけど、美容。結構エステとか行ってるからよ、ガウ。わ、すげえ。月に2、3回、いや、3回行ってない、2回かな、多くて。結構やな。そう、結構行ってるから。好きな漫画は？スケットダンス。いぶきのさ、帽子さ、ボッソリって言われてる。これね、めっちゃ言われて、言われてから気づいた。めっちゃ似てるやんと思って。思い出の場所は？思
思い出の場所、池袋サンシャインシティ。なんで？なんかなさすぎて一番行ってるところ行った。あ、思い出。思い出か。そう、思い出だね。好きな食べ物は？肉ラーメン。嫌いな食べ物は？生もの。メンバーで一番やばいなって思う人は？え、やめてよ。なんで？いや、どう見てもムジナでしょ。うんうんうん。そんなに？もっとね、某おほごえの先輩とかさ。怒られるぞ。いや、あの人はやばいけど裏ではちゃんとしてるから。え、私も裏ではちゃんとしてるじゃん。お前表も裏もやばいもん。どっちもやばい。え、やばくないって。影響を受けてる人は？ペコラさん。 MBTI 診断なんやった？確かね、運動家だった気がするから。そう、外交的なんだ。あー、確かに。らしい。好きな遊園地どこ？富士急ハイランドさん。あー、そんな。こびてるわ。ゴリゴリゴリ。いや、でもほんとほんと、嘘ついてないから。視力はどれぐらい？マジで低いトラよ。測ってないけど、多分 0. いくつとかだと思うトラな。普段メガネ？うん、つけてない。え？コンタクトもどなし。なんか見えてる？一応見えてる。ぼやけてはいる。あの文字見える？見えない。結構でかいのに。あれ、だいぶでかいよ。うん。あ、ゲイ、こうやってこう、ちょっとシュッてやれば見える。わかんないよ。あー、ちょうどいい。今先生が今ちょっと大きくしてくれたから。でかすぎてさ、もう入ってないもん。横幅が。経費無限の場合にやりたい企画は？5億円の家に住んでみた。 50m 走何秒で走れる？中学の時は確か7秒0なんちゃらとかだったよ。早っ。まあ、虎だからね。ガハ。虎だったらもっと早いんじゃない？あれ。出かけるとき必ず持っていくものは？スマホ。30年後どうなりたい？スパチャだけで生きてきたい。でかい野望だ。生きていけるような生活になりたい。好きな都道府県はどこ？東京しか出てこなかった。地元のあるあるは？うまい！うますぎる！10万石ラジオ！どんな死に方したい？痛くなければなんか安楽死。なぜ VTuber になった？化粧しなくていいから。ああ、確かに確かに、それはある。まあ、うん、他にも理由あるけどね。うん。一つの理由はこれ。好きな惑星は？地球。地球以外はちなみにご存知？ネタバレは許せる？ああ、まあギリ許せるかも。生まれ変わったら何になりたい？人の男。スマホの待ち受け画面何？ポケモン。じゃあ続きまして、ラスト3個でございます。はい。今一番心配なことは？確定申告うまくできるかな。モチベーションは何？リスナーさんのコメント。おー、でもこれはマジで大事じゃない？超大事でしょ。やっぱ一番ね、コメントが直で入ってくるから、気持ちがね。じゃあラスト、最後に一言お願いします。最後に一言。何も考えてなかった。